ちゃん行ってくるよ。お買い物行ってくるね。大ちゃんもお留守番しとけ、ちゃんと、はい、うんちしとくんやで、はい、昨日1個しかできないんやから。いい、分かりました。いいよ。ルンバが吸い込まんやろな。何を、吸い込めへんけど蹴散らすやろ。それが心配。ルンバくん、頑張れよ。ですよ。行ってきます。行ってきます。ダイちゃん、来なくていいよ。取った。深いところでね、早く明らかになった方がいいっていうのが国民の声だと思うんですよ。いつまで、いつまで顔出せんの。激変するってことは、そうですね。今日という時代に新大統領の選挙が行われる。今朝ほどは墨田区の都立横浜町公園内の東京都慰霊堂で、慰霊祭を行いました。慰霊大ホールでございます。高台には新しい住宅地も出ています。切りにくいな。どこ切りやすい。ここかな。神戸さんのように、はい、ローストビーフもどき。もどき、ローストビーフ、ローストビーフ、フライパンで牛乳球のたたき、ローストビーフやな。玉ねぎいっぱい、お母ちゃん買っちゃったの。はい、いただきます。ちょっと待って、毛がついてる。いただきます。いただきます。麦ちゃん、麦ちゃん、麦ちゃん、ポンポン。あー、いい。初めまして、今日から配属されたジョーです。早速だけど手伝ってくれるかな。あと20分くらいで出なくちゃいけないから、店番をすればいいんですか。じゃあエプロンを貸すからつけて。お客様には愛想よくね。わかりました。お兄ちゃんが一人になったところでドッキリ開始。いらっしゃいませ。初めての人ね。店長が出てるので、いっぱい食べます。さっき食べ過ぎてギボしたのにな。まだ食ってんの。スタジオに潜入はこの車のオーナー。50になったら車をいじるのが大好き人間、愛車をこよなく愛してる。ちなみにローンは残ったまんま。そんな愛車大好きとっつんが悪魔のいたずらフェリーにホイホイご登場。なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ。そして執行を、カフェでくつろぐのあり、写真結婚。まずはトラックの荷台を開け、前の車を移動。彼の愛車をトラックに詰め込み、前の車を戻せば完了。これで可愛い愛車がどっか行っちゃって、あてな騒ぎになるはず。車に忘れ物してきた。ちょっと取ってくるか。とっつぁんまんまと駐車場にやってきた。あれ、俺の車は。ここは立ち入り禁止だよ。俺の車が消えたんだ。こんな海の上で消えるわけないだろう。確かにこの場所に止めたんだ。んで大事がびっくりした。麦ちゃんの迫力に圧倒されてます。手出せんよ。注意待ち。確かにブランドビジュの花嫁を乗せたはずなんずらが、圧倒されてます。
あ、ちっちゃいの。うん、うん、なんだ。なんだ、僕のおもちゃなのに。なんでだんだん腹立ってきたい。ここで喧嘩するで、小麦も興奮してるから、えらいことになった。爪、うん、小麦、お前の爪狂気やからな、うん、こうやって膝の上に乗ってくるのはいいんやけどな、ブチブチってし、うん、で、乗ってきた時爪出してる？寝たらグイグイするやん。ああ。遊びたいよね。じゃあこん中におらんといたん絶対出てこない。ちょっとね、ワンちゃんの爪がダメ、はい、入れたんだぞ。かわいい。じゃあ、それを3つお願い。お父さん、昨日大ちゃんの大切なやつ潰してしまったから、折ってしまったから、新しいターゲットを見つけた。それとも何でかお皿だけ。これはこの店の決まりよ。まだちょっと言うこと料理がないぞ。しなりがない。進みすぎて魚が逃げ出したんじゃないか。もうパパったら。海には怪しい何拾った。まさか、まだ不思議なことが次々起こるレストランがあったわ。まさか、まさか、まさか、これ大ちゃんがあるんじゃん。これ麦ちゃんがこれ仕掛けてる。麦ちゃんがおいでおいで。ついたての石側にはいたずら道具が満車。こいつを使っている次々不思議なことを起こそうって筋書きよ。ターゲットはシュートセレブ風のご夫婦。なんともうまげなビール飲んでますがね。大丈夫だ、大丈夫。15日。なんか不穏な雰囲気を感じるな。これは他じゃないせんの。あ、味だ。はい、あ、仕事一筋で今まで何度も大したことが多いかな、やっぱり半分よいしょよいしょ、はい、あーあー出た出てきちゃうね、大ちゃん。ご視聴ありがとうございました。また見に来てや。ほんまやで。チャンネル登録してくれたら嬉しいんや。ほな、またな。バイビー。